年間で90キロあった体重が83キロと7キロ減量に成功、血圧も正常値に下がったのです。自分のプライバシー的なところをなんか赤裸々に持たれるっていうのは、まあ、そういう意味では不安もあるんですけども、自分の責任の範囲でもっとあの自分事として捉えなさいよっていうメッセージかなと思っていて。